日本の記念切手では日本で発行された国家的行事などを記念して発行される郵便切手について記述する。記念切手とは郵便局や販売期間枚数に定めのない普通切手とは異なり一定枚数のみ印刷され場合によっては販売される郵便局や販売期間郵便に使用できる期間までも制限されるのが特徴。同様な切手として キャンペーンや文化財の紹介国家的宣伝などの意図を持って発行される特殊切手があるほか、ふるさと信仰を目的に発行されたふるさと切手、年賀郵便に使用される目的の年賀切手などもある。日本では当初は記念切手を記念切手と呼称していた。これは記念には形見の意味があり、これを避けたためだと言われている。しかし大正から昭和にかけて文部省で、 記念の語を使うようになったためこれに習い、現在と同じ記念切手という表記が使われるようになった。日本最初の記念切手は1894年3月9日に発行された明治天皇銀婚記念である。日本では昭和時代初期まで記念切手は数年に一度しか発行されていなかった。記念切手は2種または4種のセットで発行され天皇即位。 立大使の例など、皇室関係の刑事を記念した者や明治神宮や伊勢神宮などの国家神道に関係する者が主であったが、第1次世界大戦終結を祝う平和切手や第15回赤十字国際会議の記念切手なども発行されていた。第二次世界大戦後は毎年のように発行されるようになり、現在では毎年数十種前後の記念切手が発行されている。 日本で発行された記念切手に関する一覧である。特殊切手については、日本の特殊切手一覧を参照のこと。また、一見すると特殊切手のように思われる切手趣味習慣や国際文通習慣もあるが、一覧についてはここを参照のこと。また毎年発行されていた国民体育大会記念と国土緑化も別表にしている。なお、切手なは 現在における通称になっている場合もある。また、S は小型シートの略である。ありがとうございます。